はい、大森さん、おはようございますというところで朝の東京でいきたいなと思います。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何者がない勝ちたいんや、来たやろこれ判定が。はい、どうも久保田です。はい、こんにちは、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日もお昼のトークやっていきます。よろしくお願いいたします。昨日ちょっとすみませんバタついておりまして、ちょっとねお昼のトークは、スキップしておりましたけども、ちょっと今日も、ちょっとリアル忙しくてですね、お知らせ更新のタイミングではちょっと多分アプリを開けないと思います。はい、で水曜日、まあ、お昼のトークさせていただいてで、あれ、お知らせですね。はい、更新が来て、読み上げ、実はしてたんですけども、あまりにも内容がですね、ちょっと薄かったんで、ディスコードの内容もちょっと含めてですね、夜アップしようかなと思ったんですが、さらにディスコードの内容が薄すぎてですね、はい、ちょっとお蔵入りをしておりました。はい、ということで、まあ、今日のね、16時、に、いろいろ更新されると思いますけども、ちょっとその辺の内容もね、見つつ、はい、ちょっとお知らせ振り返りたいなと思いますけども、まずこちらですね、ブラジル代表の復刻ですね、こちらが来ておりました。で、今ねランクマの方もバッカス君が非常に猛威を振るっておりますけども、まあ、このナテレーザですね、力の渾身のナテレーザ結構強いですね。まあ、連盟、自分は持ってないんですけども、連盟の方のランクマとかを見てると、地上シュートでもね、エリア入ったあたりで、まあ、場合によってはエリアのちょい外ぐらいでも、バッカス君結構抜いてたりというところは見てます。ので、まあ、結構ね、強いんだろうなと、はい、いうところっすね。ただ、デバフのね、デッキの方に、このナトゥレーザーだと、やっぱりすごく強そうですよね。はい。デバフのデッキじゃなくっても、結構輝いてますんでね。はい。現状は、バッカス君、まあ、抜くのではね、結構最適なのかなと思います。あとで、昨日、小堂さんの方で、夜かな、動画アップしてましたけども、同時の若島津君とかね、この辺も結構抜けるようなので、はい。まあ、いろいろと、ちょっと前のキャラクターであれば、工夫すると、抜けるんだなというところでしょうか。はい。まあちょっとね、自分も道理の若島津君持ってはいるんですけども、やっぱりちょっとデッキがやっぱ日本寄りではないというところと、まああとはやっぱ育成のところですよね。ちょっとそこが、まあ、若島津君が過去キャラがあんまりとつれるような、枚数持ってないので、さすがにちょっとね、タモス君を使ってまでっていうところは、うん、はい、控えてます。というところです。はい。で、メンテナンスが、本日の14時から、16時ということでね、来ますよと。まあ、これ通常のメンテナンスのようなので、まあ、延長はないんだろうなとは思っております。で、こちらですね、ブラジル代表ガチャ。ラインナップは一応出てるんですけども、属性もわからなければ、潜在スキルだったり、特技、こういったところも全く分からず、ディスコードの方でもね、全く書かれてなかったんで、ちょっとね、表紙抜けしちゃいましたけども、ディスコードはね、なんか問い合わせのテンプレートであったりとか、チャットの、ボットですかね。はい。まあ、そういったところのね、案内だったりがあったんですけども、ちょっとこの辺の情報がなかったんで、今日の16時になんないと、属性すらわかんないんだというところですが、まあ、サンターナがね、割と直近で、クラブのね、バレンシアのやつが、力属性で来てたと思いますんで、で、その直前が、ね、直前というか、昨年にもなるのかな？ドリコレの技のね、これもクラブのサンターナでしたけども、なんで技力って来てるから、やっぱり、そうするとまた即フォワード多すぎでしょっていうところなんですけども、どうなることやら。はい。まあ、ここでね、力だったりすると、クラブでもないし、属性的にもバッカスクにはまる。ですけどもね。さあ、どうなるかだ。というところでしょうか。はい。で、
まあ、ラドゥエンカがここでね、来てましたね。ちょっと前にお話ししましたけども、メダル集めかなんかで、報酬の中にね、ラドゥエンカの噂があったりしたんで、どっかで出るかなと思ったらここでした。なんで、まあ、ね、フェスの方では出ないと。あとは、もう一人がアルベルトでしたね。そうなると、リバウール、サリナス、まあ、もしくはロベルトとかね。こういったところが、まあ、場合によっては、フェスの候補になってくるのかもしれないですね。まあ、テレーザは、まあ、復刻の方はいいとして、ちょっと前にね、フェスで、それこそ即のサンターナじゃないやな、テレーザ出てますんで、はい。どうでしょうかね。ラデューンが力、そうするとアルベルトは技とかね、技じゃない、技か。サンターナが即、はい。まあ、ちょっとね、どうなるかがわかんないですけども、まあ、能力、潜在スキル、特技、この辺が、非常に気になるところですね。はい。どのキーパーにはまるかですよね。特にサンターナ。はい。楽しみにしたいなと。なんかデバフだったりするんじゃないかなってちょっとね、思ったりもしますけども。どうでしょうかね。はい。で、5周年記念杯ね、第2回。はい。フェスのラストイベントが、こいつでした。いやー、どうなるでしょうか。前回の第1回は、結構ね、あれは潜在スキルも無効でしたよね。で、チームスキルも確か無効。で、S5 でしたよね。なので、まあ、割と難しめというか、はい。基本的にはご利用しがなかなか効かないような、レギュレーションでしたから、今回どうなるか。で、気になるのが、報酬のね、ブライアンが引く気のシュートになってますんで、まあ、サンタナは今回のブラジルガチャできますからね、まあ、ワンツーなんで、どのワンツーか、はい、というところも気になりますけども、やっぱりブライアンがここに来てるってことは、フェス、超フェス、ブライアン、可能性がだいぶ高いのかな、と思ったりします。で、7月のね、情報調整で、アムステルダムのドールマン、クリスマン、ミスギ君が情報調整早くも来ますんで、まあ、そこに合わせて、ブライアン。まあ、そうするとどうなんですかね。ネクドリのキャラとして出るんでしょうかね。はい、ちょっとその辺も、まだね、情報全く出てないんで、ネクドリなのか代表なのか、はい、非常に楽しみではありますね。そうするとね、まあこれまでの報酬から見るとゼダン結構有力なのかなっていう話、いろいろね、出てるかなと思いますけども、うん、やっぱなんかちょっとね、原作の、うん、活躍的にはゼダンじゃないような、ちょっと違う気がするんですけどね、やっぱ完全オリジナルキャラっていうのはね、やっぱ出てほしいですね。はい、ブライアン。あと誰なんだろうな。まあ、予想してもね、全然斜め上を行くんで、ちょっとわかんないです。はい。で、いやー、ちょっとね、バッカスだらけなんですかね、キーパー。うん、これもちょっとレギュレーションによってまたいろいろと変わってくるんだろうなと思いますけども、うん、まあ今はね、バッカス君が、ランクまでもやっぱりすごく多いですしね。で、ミューラー、若林。あとは、デバフだと、カリウサス。森崎くんが、はい。バッカスくんに変わってるのかなっていうところですかね。うん。あとは、まあ、だいたい今はね、ランク迷ってるとそんなところが多いのかなという印象ですね。うん。まあ、いろいろとやっぱり、ね、ばらけてるってのは非常にいいなと思いますよね。もうキーパーが一強だと結局それに対してのね、シューター誰にするっていうところで、やっぱりシューターの属性だったりとかキャラクターっていうのも固定化される傾向にありますから、そうするとやっぱりデッキ全体がね、皆さん同じようなデッキにどうしてもなっちゃうと。ね、Z 林が猛威を振るってると、ヒューガ君、ね、技のヒューガ君でやっと抜けるとかっていうね、時代がありましたけども、まあ、そんな感じで、もう、キーパー一強だと、やっぱデッキが、
偏るんで、まあ現状だと割とこう属性もばらけ始めてね、バッカス君、ワザー、ミューラー君、即で若林君ももうちょっとね時間経っちゃってますけども力で、割とバランスの取れている状況ですよね。でそれにまあデッキじゃんけんじゃないですけども、まあどのシューターを先発で使うかでキーパー見て後半から誰に入れ替えるかというところで、うん、まあそういったこう読み合いも含めてね、まあ非常に今まあいいんじゃないかなと、はい、まあ個人的には本当にあの即のシューターしかいないので、バッカス来たらね本当数打つしかないというところにはなっちゃってますけども、はい、まあここでねちょっとシューターのまたあのバリエーションがいろいろと出てくるとね、またばらけて面白いのかなとは思いますので、まあ、そうするとやっぱ超フェスで誰が出るのか、はい、まあ、おそらくね、シューター一人ぐらいは出てくるだろうし、まあ中盤の選手、まあ、あとディフェンスの選手なのか、キーパーなのか、はい、まあ、何キャラ出るかにもよりますけどね、超フェスなんで大体、どうなんだろう。ね、2キャラずつ海外寄りと日本寄りとでね出てくるような気はしますけどもね、やっぱり周年の最後のねタイミングのガチャなんで、はい、まあ周年の周年じゃないや、超フェスの情報はまあ来週の水曜日なんでしょうね。月曜日になんか情報小出しで出してくるとね、またちょっとこう面白いのかなと、ヒントだけでも出てくると面白いのかなと思いますけども、はい、まあ、そこはそこで、楽しみにしたいなと思います。はい、あとは、お知らせ自体はそんなところですね。はい。で、ランク、まあ、ちょっとね、昨日は本当忙しくて、日中全くログインしてなかったんで、デイリーで、シナリオ、ね、1日1回、1日2回というところぐらいしかちょっとできてなくて、今日も、おそらく同じような状況なんで、多分夜まで何もできないようなね状況になっちゃうと思いますので、はい、なのでちょっとランクマや観戦とかも全く、できてないんですが、はい、またカップ戦が始まりますんでね、ちょっとその辺、周りの方の状況を見つつ、自分は多分土曜日曜とかでまたやんないとちょっと来週も少し、バタつきそうな気がしますんで、はい、多分土日で頑張るしかないのかなと思っております。はい、というところで、まあ、本日以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。